で三十分以上のあと10秒でいきます。はい、ネサムラです。こんばんは。イエーイ。ありがとうございます。トップバッター、多分二人、最年長ちゃうかなと思うけど、ですのでちょっとオールデイズ的な、古い曲ばっかりになりますけど、今日はね洋楽古い曲ばっかりいきます。まずは CCR 雨を見た感じかな。メンバーは紹介とかしますけど、相方の山本さんが歌うちはめったないんですよ。今日はね洋楽ということでちょっとこれであんまりね遅くやったらあれなんで早めの歌はしますんで。行こうか。紹介して歌。Please be with me。クラプトンとかカバーしてますけど、元は、カウボーイという学生バンドの作品です。ごめん。私が悪い。はい。
喋りになりましたが先ほど言いましたように、さらに年齢は遡って、ちょっとね、今日はね、秘密兵器のね、オートマチックコーラス、違うスイッチちょっと押してもらうようにちょっと呼びましたので、ちょっとやってみます。後でまた。ママス&パパス、イベロカリフォルニア。イエーイ。ありがとうございます。大好き。これ高校の時流行ったんですよ。私も高校でした。とか言って。じゃあ私の方が若いか。皆さんいける？オッケー。スイッチ押しよう。いくよ。うん。Go back to the past.
ラッピーコーラスでした。ありがとう。ものすごい早いの。古い曲、これでもうすでに何曲やった？ 4 曲やったんかな。早いね。このね、これ洋楽ナイトっていうのを、今回、今八重さん、アイアッペさんが企画してくれてやったんですけど、ここで初めてやと思うんですよ。やってほしかったですね。私も、まず自己紹介します。ネソの村というバンドユニットって言ってます。名前の方が私がネソという形 で、こっちが野村っていう、今山本さんって言うんですけど、旧姓が野村なんですよ。私はソネなんですけど、ネソ、そうそうソネはソネってバレたらあかんかと思ってね、最初は恥ずかしいもんで、ね、反対にネソネソって言ってやめて、あと時々ちょっとライブハウスに行く時にネソで出とったらもうネソもうネソさんになってもたんで、でネソと野村でネソの村って言って、ここのお店で知り合って、もう何年経つかな、7年ぐらい経つかな、うん、どうしてもね、ルイはルイを呼んでね、年寄りが集まってね、仲良なんですね。これで同じ、ほんまにもねえような年で、私が一つ上なんですけども、今二人足してなんぼかな。もう相当な年ですね。130何もねば。なんか昔市民会館であったコンサートにね、うん、その辺に横で多分7年前ほど結成した時に、うん、2人足してね、123歳だったんですよ、もうすでに若いで、1、2、3、分かりやすいなってそんな言ってたんですけど、まあ、はよあれするやったらはよやして、年寄りはね、いつもこういう前座が得意なんですけど、このライブで私はあんまりメッセージ曲とかいうようなやつはあんまりやらないですけど、この、去年の暮れですか、もう70前なんですけどね、今年70になった同級生もんですけど、私は母生まれなんで来年なんですけど、今年か、これがもうすぐ、今年まだ誕生日で60やもんな、まだ70おらんのか、今年みんな70になるんですけども、戦後ちょうどほら会に10年余しの時に生まれたって言って、時に生まれたなって、戦争があったわけじゃないし、まあいろいろそれは外では戦争もあるし、震災とか今経験してるけども、コロナがちょっとやっぱり今までで一番なんか自分らでうわーすごいこと起こったなっていう感じやけど、それ以外はね平和に暮らしたんですけど、最近ウクライナ情勢と、こんなことあんまり言う人間ちゃうんですよ。それからどっちかというとパレスチナの方ね、あれはもう腹立ちじゃないですけどね、あんなほんまにイスラエルの首相ってあんなにいいか分かんから殺さないから、おかしいおかしい、もうあんな悲惨なことね、今回ちょっとね一曲なんか悲惨な曲反戦歌っていうわけで、反戦歌なんですけど、 PPM の悲惨な戦争というのをちょっと歌いたいと思います。G ちゃん A、ちょうどねジョニーという恋人がね戦争で取られていくっていう、で私も連れてってほしいなって言っていろんなもう悲しいお別れするっていうような曲なんで、それを言ってみたいと思います。
ありがとうございます。よし、多分ね、巻いてくると思うんで、これが最後の曲でいきます。なんだかな、これ紹介してミスターボジャングルです、うん、何て言ったらいいのかな、これ人知り老いた、個人だよね、ダンサーの歌、うんうん、酒場で人気のあったみたいな、こういうおじいさんに会ったよみたいな歌ですよ。よし、それじゃあミスターボジャングルいきます。ちょっと待ってよ、見えない、見にくいな色変えてもらう、これ皆さんも一緒かもしれんね、これ光ってるね。よっしゃ、今なんかな、